皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日はじゃじゃん、石井美穂さんとの恒例のベスコス企画です。もう来ちゃったね。もう来ちゃったっていうか、ちょっと遅くなったわ私たちそうなんですよね。そうなんですよ。っていうか、実は美穂さんもちょっとね、フランス行ってて、私もその美穂さん帰ってきてすぐ私がフランス行ってました。フランス行っちゃってたんでずっと会って、2人ではベスコスこれだよね、これだよねっていう話はもう散々してたんだけども、撮影が遅くなって大変申し訳ございません。申し訳ございません。今更ながらだけど、でもやっぱこれはコタンセとしてやらなきゃいけないよね。やっとかなきゃいけないし、例えばほらここにあるマカボーチェとか、うん、もう出てるんですよ、ベスコスは。散々ベスコスはだからもうみんなね載せたの、うん、だからいるかなとも思ったけど、でも答え合わせしたいよね。答え合わせしたいし、うん、マイベスト、そう、これはもう本当に自分が一番使ったもの、うん、使ったもの、うん、っていうものをやるのって多分ね、お二人の YouTube でしかないので、うん、これはもうやっぱり上半期下半期それぞれやっとかないとね、落ち着かないっていうことで、ちょっと遅くなりましたが、はい、今日は私のチャンネルではスキンケア編で、美穂さんのチャンネルではメイク編を撮っておりますので、ぜひスキンケアも、そして美穂さんのメイク編もよろしくお願いします、はい、ではやっていきますか、はい、さん。でもさ、今回多分ほぼね一致だと思うのよ。そうなの、予想としては。っていうのは、私たちお仕事の現場でも結構共演したじゃない、うん、で、うん、結構今期のおすすめのものとかのお話してきたんだけど、大体、うん、かぶってると思うんだよね。今年はさ、名品のリニューアルとか、うん、これはっていうものが結構多かったよね。多かった、そう、うん、だからちょっとそれも含めて答え合わせをそうだ、ね、させてください。まあ何度も聞いてると思うんですけど、私は脂性肌、美穂さんは乾燥肌だけれども、かぶってくるところも多いからあるかなと思う、なぜかっていうところも見ものかなと思います、うん、はい。ではクレンジングからいきましょうかね、はい、じゃあクレンジング、私の方からいきます。2023年上半期のベスコスクレンジング、私はこちらです。はい、ラネージュウォーターバンククレンジングオイルです。うん、これは私初の韓国コスメと言っても過言じゃないぐらい、実は韓国コスメってそんなに知らないかったのね、うんうんうん、で今年クレンジングたくさん出て、クレンジングオイルもたくさん出たんだけれども、意外と他のものもすごいいいものもたくさんあったんだけど、これはね、香りと、あと使ってるオイルが別に特別なオイルをいっぱい入れてるわけじゃないんだけど、多分ブレンドだと思うんだけど、うん、皮脂をふわっと浮かせてくれるのよ、うん、メイクなじみすごい気持ちいい、気持ちいい、うん、本当に気持ちいい。で正直クレンジングの中にヒアルロン酸とか入れていても、うん、どうせ洗い流しちゃうから、ウォーターバンクっていう特殊なヒアルロン酸入れてるから、そんなに最初期待してなかったんだけども、まずこのメイクとスッと馴染んで、で香りが良くって、で終わった後やっぱりちょっと残る感じがするんだよね、うんうん、ヒアルロン酸が、うん、だからめちゃめちゃ低分子だからこそちゃんと残るような設計してるんじゃないかなと思って、ちょっとね衝撃だった、うん、私乾燥肌だからさ、うん、オイルクレンジング使わないって言ってたんだけど、うん、でもマキアさんの企画で、うん、そのクレンジングと洗顔を全部使い比べて比較するっていう特集があったんですよ、うんうん、それで触らせてもらって、うん、私の中でオイルだったらやっぱ1位だった。本当に、うん、気持ちよさと洗い流した時のしっとり感が良かったから、うん、ラネージュすごいって思ったの。いや、私もそう思ったの、うん、なんかラネージュってどちらかというと保湿のオールインワンみたいなやつが有名だったんだけども、そうなの、そうなの、そうなの。だけど私はもうこのクレンジングオイルはもう本当に癒されるし気持ちいいしで、これは私の2023年のクレンジングのもうベスコスに入れました。はい、はい、美穂さんは、はい、私はですね、乾燥肌ならではなんですけど、繊細 AS クレンジングミルクです。やっぱりね、うん、これが1位でした。ダントツ1位でした。ダントツ1位、うん、私は乾燥肌だから、うん、普段は自分のパーフェクショネイル、うんうん、クレンジングフォームっていうので、うん、ダブル洗顔いらずで落とすんだけれども、まあ、たまにミルクもっとより優しく落としたいとか、うん、最近ねファンデーションをしっかり使わなくなってきたのよ。そうだよね、そう、薄くなってきたから本当に軽く落としたいとか、あととりあえずさっと拭き取って落としたいっていう時に、うんうん、拭き取りだと乾燥しちゃうの、やっぱり。やっぱそうだよね。そうなので、うん、これはもう本当に乳液で上手にメイクを浮かせて拭いて、もうなんならここを乳液でスキンケアした状態にしてくれるから、そうそうそう、とりあえず落としたいっていう時にすごくいいかなって、うん、普通は拭き取りってやっぱ拭き取って、でもここに洗浄剤が残っているから、やっぱりそれが肌にこう刺激になってまた乾燥を引き起こしたりするっていうのがあるんだけど、ほぼ乳液だよね。本当に乳液で洗ってるっていう感じ。私ね、普段から結構1回落としてメイクをもう1回し直したい時とかに乳液で拭き取ってたの、うん、
うん、そう、それがでも乳液だから洗浄剤入ってないから浮かすのにコツがいるんだけど、これはやっぱクレンジング剤だから、うん、ふわって浮くけどほぼ乳液で落としたような肌への優しさっていうので、うん、肌に負担なくとりあえず優しく落としたいっていう人にはすごくおすすめ、うんうん、そう、私さやっぱり美穂さんって本当摩擦レスを提唱してるから、うん、多分見てる人で拭き取りってびっくりしたと思うけど、これ本当本当に摩擦いらずというか、本当に押さえただけで取れるような感じだよね。そうなの。で、厚みのある、うん、結構しっかりしたテクスチャーの乳液タイプだから、コットンにはもちろん取りますけど、うん、優しくじゅわって浸して、スッとやったら取れてるし、うん、あと、メーカーさんコットン推奨なんだけど、普通にコットン使わなくても優しくミルクをこうやって塗ってるだけでも浮いてきて、うんうん、すすいでもいいし、それをさっと拭き取るでもいいしっていうのでね、すごい使ってます。うん、私も実はこれお仕事で一回使わせてもらったんで、うん、最初聞いた時に、まあ、まずミルクで、うん、私ちょっとオイリーだからっていうのと拭き取り、うん、あもう絶対と思ったんだけど、騙されたと思ってって言われて使ったら、うん、なんていうの、馴染み、うん、本当にこう優しいんだけれども、こうちゃんと浮いてくるし、おっしゃるようにもうほぼ乳液なの。ね、そうで忙しい時とかさ、帰ってきてもう私の場合皮脂がぐっちゃぐちゃになった時に取りたい、でも取ったらスキンケアしなきゃいけないからそんな時間はないよっていう時には、うん、拭き取って 2,3 時間平気だもんね。全然平気ね、わ、うん、かる。これはちょっと私も考えた。はい、ね、やっぱでもここはさ乾燥肌とさ、わ、ね、かりやすく対極に来た ね、 できたね、オイルとミルク、そうだね、うん、はい、はい、じゃあ次は洗顔でいきます。洗顔ですね、はい、私の洗顔はこちらです。そうきましたか、はい、はい。リサージのクリアミネラルソープです。今期リサージはクレンジングも洗顔もタイプ別にたくさんいっぱい出たよね。いっぱい出た、うん、だから実はクレンジングオイルも本当にリサージすっごい使ってて、うん、今回のラネージュともすっごい迷ったんだけれども、うん、洗顔はダントツこれが私の中で好きっていうのも、結構やっぱり泡立ちが本当にいいのね、うん、でもっちもちの泡があるのでグリセリンがしっかり入ってるから、一見これってもちろん皮脂テカ用だからクレイが入ってるんだよね。もうクレイも入ってる、うん、でクレイも入ってて皮脂テカ用だからがっつりトリサル系かと思ったら、うん、グリセリンも入ってて結構しっとりするのよ。しっとりするんだけれども本当に毛穴汚れも吸着してくれる、だけどもキシシキシ感は全くないし、うん、泡が気持ちいい、うん、だからもうこれは本当に私の中では今季ダントツ1位でございました。今絶賛夏だけど、夏もこれ？夏もこれ、うん、本当に夏もこれ、うん、ちょっと前までは確かにほら今絶賛夏だけれども、うん、私たち使う時ってさちょっと春口、春先、うん、そうだから春先の時にはぶっちゃけ別のものを使ってたんだけれども、うん、その時にも使ってあどっちかなって迷ってたけど、今もう Now で夏になったらもう断然こっち、うんうん、はい、ということでリサーチでした。はい、はい、私はですねこれです。各私の洗顔1を全部私はこれに入れました、うんうん、はい、3バランシングステムジェリーウォッシュ、読者さんに向けて、その雑誌に向けてこれが合いそうっていうので入れてるのもあるけど、うん、個人的にもすごい使って、うん、もうこれは2個目です。あ、水が出てきちゃった、本気で今日ね、バスルームから持ってきたから、今日これねもう朝使って持ってきたもんだからちょっと今水垂れちゃったんですけどわかる、うん、さっきさ私さ迷ったって言ったの、うん、これを最初使ってても絶対これだと思ったの、うん、でも本当両方使っててって思って、うん、夏こっちだったから分かるの、これすごい良さが。これはまず最初テクスチャーに驚いたよね、うん、え何これって、泡立つものじゃないんですけど、うん、本当にプルプルの寒天って言われてるんだけど、私的にはわらび餅って呼んでて、確かにそうだね、うん、プルプル感のわらび餅の中に優しいスクラブが入っていて、わらび餅を肌の上でただ転がすだけ、そうだから本当摩擦にならないんだけど、うん、そのわらび餅からちょこっとこう出てくるスクラブが上手に転がされて、初めてその手の甲でやった時に、うんつるんつるんで一日中なんか時間が経ってもずっとしっとりつるつるなことにびっくりして、うんうん、もうすぐ顔に使いたいって思って使ったらもうメイクのりがやっぱり全然良くなる。で、まあ負担になりにくいっていうので、まあ毎日しっかりこれをゴシゴシ使うわけではないんだけれども、角質を優しく取りたいなって思った時に、うん、まあ角質ケアで使うアイテムの中では一番優しいかな、今。優しいと思う、うんうん。そう、夏ってどうしても紫外線が強くなるから角質が厚くなりがちだから、皮脂テカじゃないやっぱり乾燥肌の人も、うん、やっぱりどうしても角質厚くなって、なんか浸透ね、しにくかったりする。ちょっと取った方がいいよね。そう、ちょっと取った方がいいと思うんで、うん、だからといってゴリゴリにやっちゃうとね、また乾燥肌の人は乾燥しちゃうので、本当に
に香りがいいんだよね。うん、そう、精油をふんだんに使ってるので、うん、そのリフレッシュ感もあるんだけど、朝の洗顔にほんとスイッチ入るんですよ。ね、うん、だからこれは癒し系ね。はい。はい、そちらでした。はい。じゃあ続いては化粧水いきます。はい、じゃあ化粧水はもうダントツこれでしょう。はい。かぶりました。かぶった、やっぱりね。はい。これ資生堂のオイデルミ。これさ、多分さ、各雑誌、これじゃなか総合1位も含めてこれが取った。化粧水が総合1位を含めて取るって、異例のことなんだよね。大体美容液とかさ、そういうもんだから。うん、結構異例中の異例じゃない？そう。しかも結構エイジングケアだから、うん、結構その年齢的に若い雑誌では入らないかなと思ったら、うんうん、若い雑誌でも全部総なめした。わかる。すごいよね。これ、なんかテクノロジーがすごい難しいの。基底膜っていうところから肌細胞って生まれるんだけど、それがどっから来るのかわかんなかったのが、実はその基底膜の下にある真皮に伸びてる毛細血管が伸びていって、基底膜の幹細胞になるよっていう、もう一見聞いたら何のことですか、うん、みたいな。って思った。そう思ったでしょ。でも私からするとうわそんなところから来てんのみたいな驚きもあったし、うん、やっぱり毛細血管ってほら血流をさ、うん、よくすると顔色も良くなるし、うん、まあ肌の生まれ変わり良くなるよねってなんとなく分かってたけど、それをちゃんと科学的にまあ見つけてきて、でそれをどういう風にこう推し進めるかっていう成分を入れたのがこれだから、うん、私はスチーマーいらずの化粧水って呼んでるの。血管がさ毛細血管がしっかりいくから、うん、で生まれ変わりも流してくれるから。でも結構今の説明をすると難しい、うん、だから肌の生まれ変わりを促してくれるっていう一言だと今までもありきたり、うん、だからなんかすごく難しいから、正直発表会とか聞いた時に分かる人にしか分かんないだろうなって思ったの、うん、使ってみたらさあテクスチャーの話はあなたよ。馴染ませる必要がないぐらいスッと入っていっちゃうんですよ、うんうん、で保湿力はもちろんなんだけれども、私の場合はねさーっと顔色が冴える感じが使ってすぐに感じられて毎日使いたくなっちゃった、うん、そうだからこれってさっき言った毛細血管の、うんまあ、血流を良くするっていうことだから、なんか私があれこれ科学的な説明をしなくてももう使ったら分かるよね、もはや分かるんですよね、その意味が。なんか頭でっかちにならずにパッと使っただけでテクスチャーとその、まあ、後肌でみんながあこれすごいってなったから、うん、もう説明いらず、うん、で後で聞いたらあなるほどって分かるから、うん、使ってもらったら分かるっていう。でもオイデルミンってすごいんだよね、うん、歴史が。そうだよ、もう100年前からオイデルミンってあって、うん、代々リニューアルしてきた中の最新の知見を入れて、うん、一気にパワーアップしたんだよね。だから正直、うん、本当にあもったいない、科学としてはすごいのにと思ってたのをごめんなさいって謝りたいもん、うん、使ったら分かるから。だから一気に美容業界がオイデルミンの虜になった今期上半期、ね、まだね使ったことない人は一回は使ってもらいたい、うん、化粧水やっぱこのテクスチャー一瞬ちょっととろっとしてるけど、うん、本当にみずみずしくさっぱり馴染むので、うん、夏でも全然問題ないよね。全然問題ないと思う。今の夏でももちろん使ってる、うんうん、やっぱり名品は被りますね。被りました。そりゃこれは被っちゃうよね。はい、じゃあ、はい、化粧水好きには美容液ね、はい液はい、じゃあ美容液さ、でも今期はやっぱり春夏だから美白、うん、美白が多かったね。そう、美白が多かった、うん、でもやっぱりそれ以外もあると思うから、うん、とりあえず今美白を出しましょう。はい、はいはい、じゃあ美白は私はもうダントツこちらドクターシーラボダブルリペアエッセンスです、うん、これは多分リニューアルだよね。これもそう、リニューアルで濃度。濃度が濃くなって、うん、ここを見てもらうと分かるんですけど、上の層がセラミドで、下が3種類のビタミン C、うん。で、ビタミン C も持続型と速攻型とって言って書いてあるんだけども、要はビタミン C の誘導体が3種類入っていて、まあ、真皮まで表皮まで、そして角層までという各層にアプローチするビタミン C がそれぞれ入っていて、ビタミン C ってもちろんもう皆さん知ってる美白もそうなんだけど、ちょっとやっぱり乾燥になるから、うん、ここにセラミドを入れてるところが意外とありそうでないのよ。あとだからビタミン C だとちょっとピリピリして刺激になるって人も、うん、まあやっぱどうしてもビタミン C って攻めのケアだから、うん、そこに守りのセラミドを入れてカクテルしたことによって意外とどんな方でも使えるようになったっていうのがこれの良さ、ね、そうでシェイクするんだよね。そこでシェイクして使って、うんでこういう風に一緒にするの で確かにやっぱりセラミドって油に混ざるものだから、うん、油に混ざらないビタミン C と、まあ、もちろん油に混ざるビタミン C も入ってるんだけど、やっぱりどうしても一緒に入れるのって難しいの、うん、だからこういう風に2層にしてやっぱシェイクするっていうのは
やっぱりシーラボさんならではビタミン C を研究しているからこその、まあ、ものだなと思うし、やっぱり夏はビタミン C 入れてもう抗酸化だし、私は皮脂も抑制したいし、うん、あとはやっぱりコラーゲンとかエラスチンも切れるのも嫌だし、なんといっても美白もなので、うん、もうこれは本当にずっと推してる、リニューアルでもすごい好きな一品になってます。これは花粉なかった？うん、使ってるけど、うん、1位はどれって言われたら、はいはいはい、こちらです。コスメデコルテホワイトロジストネオジェネシスブライトニングコンセントレイトです、はい、本当はシルバーです、こちら、うん、これ限定のパッケージ、うん、もうこれはね、私はホワイトロジストずーっと代々使ってきてる中での、ね、今回のこのパワーアップ、細胞のそうそう増殖が通常だったら上にターンオーバーしていくんですけれども、うん、メラノサイトがそのメラに受け渡した細胞って上に行って、まあ、ターンオーバーでいなくなるんだけど、うん、なんで居座るかっていうと横に行っちゃう、だから横でずーっとずーっとターンオーバーしないでいっちゃうことにこうシミが定着しちゃうっていうことを、うん、まあね、発見したんだよね。そうだからその横分裂でシミが停滞しやすい肌をどんどん上に上に持ってってくれて、もうシミを作らせない肌にしていくっていうコンセプトで研究の結果で作られたものなんだけど、やっぱ麹さん、圧倒的な麹さんへの私は信頼と、まあ今回即効性とで、あとやっぱりその発表会の時に PR さんたちが顔だけ使ってたら顔だけ白くなっちゃって首とのトーンの差がすごい出たっていうので、だから慌てて首も使わなきゃっておっしゃってたから、私も首まで使うようになったらすごい量使うことなっちゃって4本目わかる。でもなんかやっぱり麹さんって医療の現場でも使われるから、うん、まあビタミン C もそうだけど、うん、やっぱり信頼が厚い成分にプラスアルファ今回の知見が入ってるから、うん、ホワイトロジストって代々あるけど、またすごく今回でドーンとパワーアップしたよなって思うか、うん、私もこれ好きです ね。あと大谷効果もすごかったね、ドスデコね。うそうよ、どうやって育ったあの息子になるのか、ちょっとそれまたおいおいね、おいおいもう本当いるからね、はい、なんでちょっと大谷くんもね、はい、使っているだろうという ね、 、はい、きっとねコスデコでございました、はい、はい、次はエイジングの美容液、はいはい、エイジングの美容液はもう絶対これでしょう。そうね、かぶりました、ね、まあ、ちょっと大きさが違うんですけれども、あ、大きさ違うの？大きさ違う、私50ミリ、あ、2個目大きさ違うの？そう、もう大きいのにした、あ、うん、私も次大きいのにしようと思って待機して、うん、あとちょっとなの、あ、本当だ、30ミリクリスチャンディオールのカプチュールトータルセラムです。1月に発売になっちゃったから、そう、元旦発売のものだったけど、いや、上半期通してこれだよねってなったよね。これだよね、うん、ですよ。これもまたちょっと難しいんですけど、これもやっぱ基底膜に着目して、やっぱ基底膜って細胞が生まれるところだから、今研究がいろいろ進んでいて、基底膜と、まあ、神秘がちゃんとくっついてないことがエイジングが始まるサインだよねっていうことを、うん、やっぱりディオールさんも研究して、その接着をしっかりするっていうことプラスヒアルロン酸を浸透させる。で、意外とカプチュールが外資のブランドの中で最初にリポソームっていうのを入れたものなんだよね。そうなの。浸透をしっかりしてくれる、そのリポソーム化するっていうことを実はやってた。やってた。大きくは言ってなかったけどね。そう。で、その技術をまたパワーアップさせて、やっぱりこう、しっかりとあのヒアルロン酸もどんどん、こう、神秘まで活かせるように。で、さっき言った基底膜と神秘をくっつけるような成分もちゃんと段階的に入れてきてるっていう、長くやってるジャーナリストさんが、うん、初代のカプチュールを使った時の衝撃が今でも忘れられなくて、うん、でそれを今回も感じたっていう風に言ってたぐらいだから、うん、もう私たちはほら初代をさ、初代はちょっと使ってないよね、使ってないけど、うん、やっぱり私はカプチュールを使った時の、まあ、今回の衝撃はすごい大きかったなって思う、うん、私正直カプチュールは少し若向けの初期エイジングかなと思ってて、だから実は一個前の代まではあんまり頼ってなかったのね、うん、でだってディオールだったらさプレステージとかがあるから、ね、私はもうプレステージって思ってたんだけれども、うん、今回のはなんか私の年代でもすごい手応え、なんかこう、うん、私はねコメントでレーザーをやった時に感じられるパーンっていう感じ、うん、私も多分同じコメントしたの、うん、これ、うん、引き締め感と張り感っていうのを塗っただけで感じられるから、うん、すっごいエイジングじゃんって思ったよね。本当になんか今のレーザーの流行りって、うん、赤くなりますなんとかっていうよりは次の日に張りが出るっていうのが、今ってほらねダウンタイム取りたくない人の結構主流のレーザーがあって、まあそれと同じような感じの張り感を感じるなと思ったから、うん、うわこれすごいなって正直思った、うん、だから私はもう第2本目ですよ。もうすぐ2本目ですじゃあこちらも美容液です。はい、じゃあ次は乳液、はい、乳液は私はこちら、じゃん、ね、これも被った？
ていうかさ、今回すごいかも、かぶりが。すごいね。やっぱそうだよね。はい、で正直私、皮脂科だから夏って、ほぼ乳液とかクリームあんま使わないの、うん。でもやっぱりちょっとずつ乾燥も感じるようになってきて、だから私これね、ほとんど減らないわけよ。ちょっとしか使わないから。ね、私結構使ってるわ。そう。うん、だけれども、今回、やっぱりパワーアップしたのは、歯科の濃縮エキスっていうものが、今更歯科ですか？だけど、6000倍とかぐらいの凝縮なんだよね。そう。ただもう鎮静効果が、もう本当にびっくりするぐらい鎮静っていうのと、あとはやっぱり私みたいな歯科の人って、皮脂が多くなると、やっぱり常在菌のバランスが崩れるのが、ニキビがすごいできちゃうの。うん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 、でも、乳液なのに、やっぱこうバランスを整えてくれるような成分も入ったから、鎮静プラス逆にニキビができにくくなる。へー、うん、たくさんじゃなくて、本当に私の場合はワンプッシュちょっと多いかなぐらいだから、うんうん、ワンプッシュだと首とかぐらいデコルテぐらいまで塗れちゃうんだけども、その量を塗ると逆にキシテカでちょっとなんかバランスが崩れて悪玉菌が多くなってニキビができやすくなるのをちょっと抑えてくれる感じがするんだよね、うん、私はねこれは結構前からすごい推していて、うん、っていうか使っていて、うん、サロンのお客様でも結局ねあれこれやるんだけど最終的にシスデイのこのエコロジカルコンパウンドを乳液で取り入れてた途端肌が改善して綺麗になって、うん、私のエステを卒業しちゃうの。ちょっとそれ営業障害じゃないっていうぐらいすごいものだから私も信頼して使ってるんだけど、うん、私の場合はなんかちょっと肌が疲れていてあれこれ塗れないなっていうちょっと揺らぎそうな時に使ってで、うん、底上げして元気にもう一回活力を与えるっていう時に使うものだったんだけど、うん、中に何が入ってるか知らずに使ってたわけ。あ、そうか。そう、うん、で今回リニューアルしましたっていうので中身を聞いて、え、歯科だったのっていう。でしかも今回歯科が6000倍とかでとんでもない数に濃縮したことによって、だからすごいパワフルな鎮静効果で、うん、より私は使うようになって、うん、本当にこれ一本とりあえず使えた時乗っとけば、うん、保湿力もすごく高いし、でもそうそうそう、ベタベタはしないんだよね。それが不思議なところだよね。そう。で、あとさ、この台だとさ、私も永遠になくならないの。そう。半年ぐらい持つのよ。だから、高いけど、意外と、まあ、半年って考えると、普通の乳液とね、あんまり価格帯変わらなくなるの。そう。で、多分、公式さんが言うのが半年だから、私もうちょっと持ってると思う。あ、そうね。そう、ちょっとだけだから。だからもう永遠になくならないけど、永遠に使い続けられる、肌が使う時にも押せる、シスデイのエコロジカルコムパウンドでございます、はい、そう、これね前のボトルとほぼ何も変わってないのデザイン。何も変わってないのよ。何が変わったか分かる？え、アドバンストって書いてあるだけじゃないの？違う違うの。このロゴなんだけどね、ここのね、パリっていうのが、前は上だか下だかだったのが真ん中になったの。え、それだけなの。全然分かんない。ちょっと家にあるやつもう一回見てみるわ。比べてみて、うん。違うのよ。でもそのパリだけなの、違うの。パリの位置。私後ろのアドバンスとしか変わらないと思ってた。そう、後ろのねさ表記はそうなんだけど、うん、前は何が変わったっすか、パリの位置。細かいことを教えてくれてありがとう。なぜこんな大々的なリニューアルをしたのにデザインをここまで変えなかったのっていうのが私の疑問。いや、でもやっぱりさ、これってなんかフランスとかではお守りコスメで絶対誰でも一回は買うんだって。だから逆にさ、これにもう愛着があるから嫌なんじゃない？そう、あとテクスチャーも香りも変わってないのよ。全く方法だけ変えたのに、このテクスチャーと香りを全く変えずに作ることに何年もかかったって言ってた、はい、私ね、うん、だから前のやつもさ永遠にあるからあるわけよ、うんうん、で使った時に最初一緒じゃないと思ったの、うん、何が変わったの、何が変わったのって言ってパリは気づかなかったけど、なんとテクスチャーの香りも全く変わらないよね。そう、だけど中身は、そう、中身は変わるから新しい方を推し、うん、推しです、もちろん、はい、はい。じゃあクリームね、私クリームも本当になかなか使わないんだけれども、だから夏にクリーム押すことほぼないんだけど、そうなん、夏にクリームありだなと思ったのがこれよ、こちらです。まだこれもね、今回すごいすごいね、うん、デュラメールのザ・モイスチャライジングソフトクリー ム、うん、柔らかいテクスチャー、乳液みたいなね、うん、これもさ、私も本当にちょっとだけしか使わないからほとんどなくならないんだけれども、これを小指の先ぐらいつけると、小指の先先ぐらいなの、うん、目の周りを中心に T ゾーンはつけなく、こういう風にもうちょっと乗せるだけでかなり守られてる感じがするの、うん、で出張とか行った時にどうしても乾燥しちゃう時には全く乾燥いらず、
全くベタベタしないの。浸透すごくない？これ。そう。浸透力が多分高まったのと、うん、私は乾燥肌だから、もともとお守りのそのシールド感で使ってたんだけど、今回の処方は自分の肌の中でこう年々出てこなくなる油を、皮脂をちゃんと作ってくれるような肌、要は健康な肌ってことよね。皮脂が作れる肌っていうのが、に育んでくれるっていうのがすごいパワーアップだなって、うん、思った。とあと私ねこの夏なんか結構肌敏感なの。あそうなんか新しいコスメを使った時もいちいちプツプツ反応するし、あと夜疲れてずっとメイクしてたりとか汗が残ってたりすると、うんうん、夜かゆくなってプクってなんか腫れたりとかねするようになってきて、それをね全部これで抑え込んでる。あなんかあの処方は全然違うんだけど、うん、ちょっと鎮静っていう意味ではこの2つちょっと似てるよね。そうどっちもマイクロバイオームを、まあ、よくするっていうのと、あとさっき言ったみたいに皮脂を出すっていうと一見私みたいな皮脂テカはじゃあダメじゃんってなるんだけど、うんうん、逆でいい皮脂を作ってくれるのか、ミホさんがテカテカするってことはなんか痒くなるのと逆で、私は出た後に赤黒くなるのよ。皮脂でこうなんかテカっちゃって炎症が起きるような、痒くはならないんだけどなんか黄色っぽい赤黒っぽい顔になるのを、うん、これはいい皮脂にこう置き換えてくれるのか、うん、そういう夜まで行った時の赤黒さがない、うん、いい綺麗な皮脂にしてくれるイメージ、うん、だから量を間違えさえしなければ皮脂テカの人もいい意味で綺麗な油に変えてくれるっていうイメージのものになるので、多分これも永遠になくならしそうもないんだけれども、私はめちゃめちゃ夏でもクリーム使いたいって思った。うん、あのドラメールの基本のクリームはあの硬いバームで手のひらで緩めて使うってやつなので、うん、あれは確かに夏ちょっと嫌かもで、私自身も夏はちょっとあれは重たいなって感じだけど、このソフトクリームはいいよね、みずみずしくって。すごくみずみずしいから、うん、なんかやっぱりまあ年もあるんだろうね、うん、ちょっとずつクリームにどん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 開眼しているところがあるんだけれども、ドラメールのクリーム本当にいいんだけれども、うん、まあさらになんかこう自分に合ったクリームを見つけたなっていうイメージ、これでございます、はい、ちょっとお高いけど、でも量を考えたら、量を考えたらこれもね、これもまたね、意外とそんなにコスパそこまでひどくないよって思える、うん、そう、うん、そうで、ヒシテカさんは多分冬でも多分いけるなって思ってます。じゃあ多分、ね、アイケア、うん、アイケアはヒット作品があったからきっとそれを持ってきてるだろうと思って、はい、私はですねこちらでございます、こちらはいでヒット商品あったじゃない。これ2個目よ、私2個目2個目よ、もう使い切ったの。はい、うん、もうこれゲランのアベールロイヤル WRI セロムの方です。まあちょっとね名前を出すのもあれだけど、今期多分ベスコスではアイケアの1位を総なめしたのはね、コスデコのリポソームのアイセラム、あれももちろんいいんですよ。あれもいいで、うん、あれは本当に大谷翔平を言いたいだけじゃなくて、もう二刀流みたいな感じで、まあ、リポソームもそうだし、あとはモノバイセルも入ってるから、うん、保湿よ、目の周りの乾燥にはコスデコ、うん、なんだけど、これさ、ハリとさ、抗炎症なのか、なんかくすみがちょっとくすみが腫れて、うん、私やっぱクマが気になるから、クマケアにすごくいいなっていうので、朝必ず使うようになったの。うん、やっぱそうだよね。うんうん、なんかこれさ、もともとさ、こう、ゲランって蜂蜜じゃない、うん、で、ウェスタンス島っていうところの黒蜜蜂の。行ってきたばっかよね。行ってきたばっか。勉強してきたっていうのもあるんだけども。教えてください。そう、うん、ウェスタンス島の黒蜂蜜の中には、蜂蜜のね、全部の成分を見せてもらったの。で、全部いいんだけど、ウェスタンス島は、群を抜いて抗炎症と、あと、生化細胞の増殖の、もうなんかすごい多かったのね。なんでもいいわけじゃないんだ。なんでもいいわけじゃない。で、もちろんアミノ酸だからさ、そのどれに効くっていう、そのアミノ酸の分析をしてるんだけど、ホワイトハニーも入ってるから、うん、ホワイトにはホワイトの、まあ、ものもいいんだけど、うん、炎症を抑えるって繊維が細胞っていうのがやっぱり結構入ってるのと、あとね意外なんだけれども塗るボトックスって言われているアセチルヘキサペプチド8っていうものも実は入ってるよね。よく覚えてるね。そうであとは乳酸換金だったかな、こう培養のものも入っていて、うん、鎮静もするっていうものが結構入ってると、シワを抑制するっていうのも入ってるから、自然のものとケミカルまではいかないんだけど、そういう医療系のものもどっちも入ってるの。アイケアってやっぱみんな探してると思うし、目周りの悩みって複合的で、皆さん何が効くものを教えてほしいって思うと思うんだけど、シワもそれからクマも、うん、それから抗炎症もそれから張りも、うん、全部
部一本でやってくれて、なのにこのベタつかない感じ、そうなんだよね、うんうん、っていうのでマルチに効かせられるから、絶対私上半期1位はこれよ、ね、なんかさ、アベリューってさ、なんか蜂蜜はベタつくかなと思いきや全然ベタつかないよね。ベタベタ、そう、ただそうね、蜂蜜っていうイメージがベタベタしそうな、うんうん、イメージがあるんだけど、それ全然ない。いやだから本当これはねちょっとびっくりなんで、ぜひね、よかった、これ被ったの嬉しい、これ被ったの嬉しいね、うんうん、え、かぶったの 1,2,3,4つ、え、5じゃない、あ、5個だ、5個かぶったよ、まあ、クレンジングはさ確かにさ肌質によるよね、よるし、うん、まあ、美白もさやっぱりちょっと肌質っていうかさ好きなものがあるけど、こんなにかぶるのって5品かぶったの初めてじゃない、初めてじゃない、うん、だからまあ本当に何回も行くと肌質が違っても量だったりとか使い方だったりとか、うん、あとやっぱ名品ってどの肌にもいいんだなっていうことが今回分かりましたね、うん、いやもうこの5品はやっぱ買った方がいいんじゃない、いやそうだよねでももうどれかしらは、いや毎回やった時にあこれいいんだと思って家に帰って、うん、あこれもって思ったものが多かったんだけど、うん、全部これも使ってたから、うん、ほぼほぼ一致ってことだよね、ほぼほぼ一致だから、ね、今期はもうみんながいいっていうものは本当にいいんだなっていうことが分かったね、うんうん、遅くなりましたけどやっぱやってよかったね答え合わせしてよかった、答え合わせしてよかったです、うんうん、はい、ということで今日は石井美穂さんと2023年上半期のベストコスメスキンケア編をお送りしました。美穂さんのチャンネルではメイク編をまた答え合わせしてますので、ぜひそちらも美穂さんのチャンネルもご覧ください。では美穂さんありがとう、はい、じゃあまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さようなら。